Hi everybody, how are you doing? If you like to speak English well, I would recommend you to build an English brain. So I'll show you how to do it. Let's get started. はい、皆さんこんにちは。英語ペラペラスラスラ喋るための英語 の作り方を説明しています。たくさんの、単語とかフレーズが脳の中に入っていて、その意味が分かれば、脳の一部の中で、ね、英語を理解するところができてくると思います。で、そのために必要なのはたくさんのフレーズと、それから単語、それからその意味が分かんなきゃいけないんですけども、読むということと、話して、聞く、どっちがいいのって言ったら、会話ではやっぱりこの話して聞くですよね。ですのでおすすめは、練習するのにたくさんの英語を聞くのに、シャドーイングって言って聞いて話すことをお勧めします、ね、英語の作り方はシャドーイングが一番ベストだと思います。でシャドーイングを、ね、して、分からなかった単語知らない単語を調べて意味は分かる。でそれがちょっと上手になってくると、今度自分の思ったことを英語にしてみたいって今度なってくるんですね。でそれには単語を自分で使いたい単語を調べてこなくちゃいけないんですけども、そこのシャドーイングをやってくることによってね、意外にそうなんですかね、その単語を何かと入れ替えるだけで言いたいことが言ってくるようになってくると思います、ね、ですからたくさんインプットしてください。で一番厄介なのは、あれですね、聞いたものがね意味がよくわからない、これが一番やんなきゃいけないことなんですね。聞き取った後やんなきゃいけないことは理解しなくちゃいけないですね。で例えばなんですけども、例えば日本語で行き詰まったら手伝うよって言いたい時に何て言うかですよね。ってなすなっちゃうわけじゃないですか。それが、まあ、英語ですと When you're stuck, let me help. When you're stuck, let me help. っていう感じになります。で、これは、まあ、あなたが stuck っていうのは、スティックって刺さるのね、過去形なんですけど、なんでか知らないけど使われてるのは硬くなって動かなくなっちゃってるとかっていう意味なんですね。詰まっちゃってるもそうですし、肩が凝ってるみたいなのも意外にスタッキングショルダーって言ったら意味通じるんですよ。こわばるって意味のステッフっていうのもあるんですけど、意外にみんなそのこわばるよりはスタッフって使ってる方が多いみたいですね。ですので、まあ、あなたがその詰まっちゃってる場合ね、私が助けますよ、 Let me help、さて助けさせてっていう意味になります、ね。こういうのが、頭の中で言われた時にスラスラって分かると、英語の方ができた、あとはスラスラっといけますね。で厄介なのは聞き取る時なんですけども、このぐらいの短い文章だったらワンブレスで一回吸った息で話すんですけども、それが When you're stuck, let me help、ね、これたくさん息吸っても余ってるんですけども、こう長い文章ですね、こういうのはワンブレスで話されると単語を圧縮してきて、その一つ の単語をもっと短く発音しちゃうんですね。でも短く発音してもちゃんとアルファベットはその羅列は変わらないんで、それが結局皆さん聞き取れないです。でそれを聞き取るようにするにはどうしたらいいかって、やっぱり一音一音の単語がアルファベットがちゃんと言えるようにならないと聞き取れないんですね。そのために結局シャドーイングするときに最初に自分の発音が良くなってないとシャドーイングしても聞き取れないです。例えばこれだったら It's gonna be an awesome party for someone that love need us、 このぐらいのスピードで話されちゃうんですよね。そうするともう It's gonna be an awesome っていうまでは聞き取れるんですけど、その後に Party for someone that we love we need us っていうところまではもうついていけないケースが多いです。ですから、この場合はちゃんとこのゆっくりいくとですね、 It's gonna be an awesome party for someone that we love who need us、 でこのぐらいの文章で一個一個単語を言ってくれたらちゃんと分かるんですけども、これ知ってる単語ばっかりですからね、皆さんがね。だけど速さとしては We're gonna be an, It's gonna be an awesome party for someone that we love who need us っていう感じで言われちゃうんですよね。ですから自分でもこういうふうに発音してくると、これちゃんと英語 その単語の頭の音が拾えてきますから聞き取れるようになると思います、ね。で聞き取りの練習は、基本的には、なんていうんですかね、このシャドーイングなんですけども、僕がおすすめなのはアニメーションを見て、それをシャドーイングです。でおすすめなのは、今、おすすめなのはですね、
サウスパークずっと使ってますけども、おすすめです。なんでかって言ったら、字幕スーパーがちゃんと正しく出てるからですね。ただ日本語が出てないんで、日本語の意味は自分で調べないといけないんですけども、まあ他にもその、比べるのがめんどくさかったら、Netflix とか、そういった、有料のもので、英語の日本語字幕スーパー、英語の字幕スーパー見てるので、比べてください。ね。じゃあちょっとシャドーイング行っていきます。こんな感じです。Whatever it takes, stop this crisis. Carmen, come on, dude. You have to get up. What's the point? Everyone hated the school at the party to get sucked. We can't let the party suck. We can't let the party suck. We got the pizza cake. No, we got the load. That's right, we took the load. We took the load, right, Chen? I'll be back. You know what I'm gonna miss most?Pancake. I keep having a dream of my mama. Just started to tell me something. But she just fade away. Come in, we can't do that wrong. You have to get up. You can let her take out. The world is get back down. Don't force him to get better. They're getting a bit worse. Hello, sir. We've had word of a possible...はい、こんな感じですね、この短いような文章でしたら聞き取れますけど、長いの聞き取れないのはやっぱり単語のアルファベットが、きちんと言えないと聞き取れないんで、きちんとしたアルファベットを身につけてください。ね、なんか ABCDEFG は言えるんですけども、これが重なった時に言えないのは基本的に子音の音がちゃんと出せてないからです。で、子音の音なぜ出せないかっていうところは、まあ、ちょっと毎回お話してますから割愛しますけども、やり方としては肋骨の空気を緩めて、それから横隔膜の空気を肋骨を緩めて横隔膜を緩めると肺にたくさん空気を入れられるようになります。でその後そのたくさん入った空気を声を出す時に、ね、腹横筋という、お腹の中の筋肉で力強く出してあげると子音の音がはっきりと出せるようになります、ね、そうすると英語のアルファベットがちゃんと話せるようになると思いますので、やってみてください。でこれはどうしても自分でできない方の特徴なんですけど、鳩胸だったり猫背だったり、それからねローマ字読みで慣れちゃってる人、ね、そういう人たちは、まあ子音の音を出せないケースが多いんで、まずは肋骨整体院に行って肋骨の筋肉、横隔膜の筋肉を緩めてもらって、あと自分で腹横筋っていう筋肉を鍛えてください。することによって、子音の音が出せるようになります。あと子音の音が出せるようになら YouTube の動画で結構載ってるんで、それを最初は見てください。な、一番最初に教えてくれるところは、例えば It's gonna とか口を大きく開けてって言われてくるんですけど、実はこれ口を大きく開けてると、早くて時はこう大きく開けられません。でまた音が、同じ音を出すのに今日本人は出せないんで、口を大きく開いてねって言われるケースが多いと思いますけど、正しく最初はその口をね大きく開いてはっきり発音するのが出来上がったら、今度はその音を口の喉の奥のところで作るっていう方法に切り替えてください。じゃないと早いの喋れません。これだけはポイントですね。どなたも手順間違えなければできると思いますので、頑張ってやってみてくださいね。それでは。